よお、チャコがいるーあ,あ,あ、あ、あいつもいるー <laughs> あいつはいいー <laughs> あれチャコがいるぞ、私の家に室内で飼うタイプのワンちゃんだったんだ、チャコって。<laughs> あ、よし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 。よしよしよ 夜回り、おまけパートでございます。やっていきましょう。えー、こちら、クリア後の世界となっております。まあ、つまりはね、ゆいちゃんとのお別れ、さよならの言葉を交わした後の街となっておりますが、まあ、相変わらず幽霊は出ます。<laughs> というかなんか前作夜回りに出てきた幽霊もなんか追加で出るようになってるみたいなんですよね。そしてまあここからはめちゃくちゃ調べます。<laughs> 調べないとわからないだろうとかいうこともありますし、顔の落書きとかね、あは収集要素とかもまだやっておりませんから、私はこの街をね、まだまだ堪能することができる。 ごめんね、はるちゃん <laughs> もうちょっといや、もうかなり怖い思いすると思うけど <laughs> よろしくお願いします <laughs> というのもですね、この私の街、えー、まず展望台に行っておりません。<laughs> そして、えー、下の方、池ですよね。池の方にも行ってなくて、この田んぼの方も探索ができておりません。 そしてこの隣町。隣町はね、どうやら前作夜回りに出てきた町。そして前作の主人公である少女ちゃんがどうやらいるらしいんですよ。で、会ったり話したりすることもできると。それもね、やってみたいですよね。そしてメニューを開く宝物。あー、埋まってないね。<laughs> 大事なものも一つ空いております。使うものも3 そしてこのホータールもちょっと使ってみたいですよね。どんな感じなのか。まあ、コレクションは言わずもがない,いっぱい開いてるね。<laughs> 全然探索できておりませんと。ここら辺をね、ちょっとずつ集めながら、まあ、サブイベントなどもあるみたいなので、ちょっとね、 そちらの方をやっていきたいと思いますよ。さあ、そして隣町にやってきまして、ええー、と、ここですね。このムカデ神社に、どうやら前作の主人公である少女ちゃんが、いますね変わってない。ああ、片目に眼帯をしております。これはね、前作でお姉ちゃんを救うために、 えー、片目を失ったんですよね。めちゃくちゃ照らしてくる懐中電灯で <laughs> 私のことお化けだと思ってるね <laughs>、えー。それでは話しかけることができるので、お話ししてみましょう。こんばんは。どうしたの迷子になった早くお家に帰った方がいいよ。<laughs> 間違いない。<laughs> さすが経験者 <laughs> 早くお家に帰った方がいい。間違いない。<laughs> ここの神社には大きなムカデのお化けがいたんだよ。今は取り壊されちゃったけど、ああ、過去形。そしてボロボロになってますもんね。2年ぐらい前に商店街と一緒にこの神社も取り壊されちゃった。せめて他の場所にでも移してほしかったなー。うわー、優しい 相変わ必ず優しい <laughs>。どうやらこれは前作夜回りから、ま、2年後ぐらい経ったお話みたいなんですよね。さて、そろそろ私は行こうかな。気をつけて帰ってね。もう慣れたもんですね。<laughs> さすが <laughs>。先輩さすが <laughs>。2年間もあれから、あんな怖い思いをした街で、 過ごしてるわけけですかからねねもうう夜は出歩かないいい方がいいと思うけど、ね、<laughs> そして次はこの踏切の前に少女ちゃんがいます。えー、また話しかけていきましょう。こんばんは。また会ったね。大丈夫かな <laughs> 家に帰った方がいいよって言われたんですけどね。<laughs> この先に用事があって、電車が通り過ぎるのを待ってるんだけど、 なかなか来なくて帰ろうと思ってたの。<laughs> そんなに開かない <laughs> 駅近ですね。<laughs> この時間に電車が来るなんて変でしょそんな遅いのか。ここは誰も乗っていないお化け電車が走るんだよ。なぜかわからないけど、お化け電車からはいつも誰かが泣いてる声が聞こえるよ。 怖いこと言う <laughs> なかなか電車来ないね。まあいいか。あたし行くね。<laughs> 慣れてらっしゃる <laughs> いいの用事いいの <laughs> この先あんじゃないの、えー、誰かのメモ7を拾った。あもうだいぶ集まってる <laughs> コレクションだいぶ集めたる <laughs> え、この誰かのメモというのは、どうやらサブイベントの、えー、ヒントが書かれてるみたいなんですよね。これもまあ、少女ちゃんのこのイベントが終わったりした後、えー、見て回りたいと思います。あ、いたこのライトは少女ちゃんがいましたやっと見つけたちょっと待ってね、アイテムもあるあパズルのピースやったーこれです全てのパズルのかけらが集まった今 <laughs> ちょっと待ってね。これもまた後でやるから <laughs>。パズルのかけらを探して街をたくさん歩き回ったから、書いてた地図が完成したよ。<laughs> ちょっと待ってね。<laughs> ちょちょ,ち,ょちゃん。<laughs> 来ました。地図が完成しました。これはパズルのかけらを集めると、この周りの絵が完成しますね。隣町。へそして、はるちゃんの方の街も完成してるはずです。<laughs> お待たせしましため <laughs> や、またこんなとこで会ったね。こんばんは。夜回りさんにさらわれてきちゃったうん、そうです。<laughs> 知ってますあいつ。<laughs> 夜回りさんって知ってる子供が夜中まで外をうろうろしてると、夜回りさんっていうお化けにさらわれちゃうんだよ。まあね、少女ちゃんも前作でさらわれちゃいましたからね。 さらわれて確かコンテナにぶち込まれたんだよな。<laughs> 私もさらわれる前に帰ろうかな。<laughs> 自ら来たのここに <laughs>。さらわれてきたんじゃないの少女ちゃんは <laughs>。気をつけて帰ってね。じゃあ、またね。またね。 だんだんなんか仲良くなってる気がするぞ。ああ、来ましたパズル街中から集めたパズルのピースで完成したイラスト。やったーあ可愛い,いですね。パズルのピースをすべて集めました。そして私の街の方の地図もこれで完成したわけですね。ああ、怖いね。<laughs> あ、これが夜回りさんかな えー、そして、ハートマークをつけても怖いですよ。えー、山の奥では花火上がっております。いやー、いいですね。これ全部春ちゃんが描いたのかなーうーん、あー、そして春ちゃんとゆいちゃんとチャコかないや、黒かなどっちだろう黒かもしれないな、このフォルムは。二人が仲良く、楽しそうな絵でございます。 そして次の少女ちゃんはこの林の奥に抜けたところ、ここですよね。ここはポロのお墓でございます。少女ちゃんが大切に飼っていたワンちゃんのお墓なんですよね。こんばんは。こんなところで会うなんてびっくりしたよ。私を追ってきたあ,あ、バレてる <laughs>。少女ちゃんを追ってきたのバレてる <laughs>。うん、そうなの <laughs>。 今日は飼ってた犬のお墓参りに来たの。白くてふわふわでとっても可愛い犬だったんだ。君もよかったらお参りしていいってああ、もちろんでございますよ。そういえば、君の名前聞いてなかったね。なんて名前なのどこに住んでるのああ、私、春って言います。私は春。隣町に住んでるけど、 夏が終わったら引っ越しするの。そうなんですよね。へえ、もうすぐ引っ越しするんだ。私もどこかへ移り住みたいな。他の町にはお化けがいないといいね。引っ越しいいな。<laughs> この町が嫌になってるやん、少女ちゃん。<laughs> 私は。あまあでもそうですよね。引っ越しなんかしたくなかった。 ゆいちゃんと離れ離れになってしまうから、ずっとこの街で暮らしたかった。そうなんだ。だったら引っ越しは残念だね。せっかく春と友達になれたのに。友達もうお別れするのは寂しいな。春、引っ越し先に手紙を送るね。だから今度は新しい住所教えてね。 うわあ友達になった少女ちゃんと友達になったぞはるちゃん。ああ、よかったなあ。一人じゃねえぞー。そして最後はこのトンネルの前でございます。これはね、前作の最後、最終ステージ、ラスボスのところだったんですよね。この前に少女ちゃんがいるはずです。 おそらく <laughs> まあ、私がこっちに行かないように見張ってくれてるのかなどうだろうあ、こんばんは。あれいない。あ、追ってきたぞあ、逆に追われてた、今度は小津 <laughs> ちゃん、このトンネルは通れないよこの間あった地震で崩れちゃって。あ、そうなんだ。危ないから近づかない方がいいよ という助言を無視して近づくみたいです。どうやら。<laughs> アイテム落ちてるな。水晶ドクロを拾ったえ。怖い見た目だけどガラスみたいで綺麗な透明のドクロ。なんでこんなものを作ったんだろう。<laughs> 疑問ですね。危ないから近づかない方がいいよ。それとも、危ない場所へ行きたいのかな。やめた方がいいよ。そうなんですよね。 春、なんだか嫌になることがあったんだね。ゆいちゃんとのことですよね。これ、あげるね。小さな花をもらった。このトンネルは通れない。ほんとだよ。私は春に何があったか聞かないけど、引っ越した後も元気でね。じゃあ、また、どこかで。 ああ、行っちゃいました、ジョージョちゃんが。小さな花。小さくて赤い弔いのお花。新しくできたお友達からもらった。<laughs> はるちゃんにお友達が増えました。<laughs> で、この先は行けないのかなあれ、行ける。<laughs> これ、行っていいのかなどうだろう。もう地震で崩れたって言ったのは、あー本当だ。 行けなくなってますね。ええー、一度自宅に戻ってきまして、ああ、チャコ元気だったかよし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 。え、そして私見逃してたんですけれども、このお守りになんと、子犬を連れて歩ける。茶色の子犬。ゆいが飼っていた茶色の子犬。名前はチャコ。小さき、小さいけれど勇敢で私を守ってくれた。なんとチャコ 連れ出すことができるみたいです <laughs> 行くぞ、チャコ <laughs> あー、チャコがいる <laughs> ついてきてくれる <laughs> え、赤いリードしてるリードしてないな <laughs> すげえ<ー>ら <laughs> いチャコ <laughs> 私の前には絶対に行かないチャコ <laughs> リードしてないのについてきてくれる すっごいいい子じゃん。賢いね。えー、このチャコを連れた状態で、しかもさらに、先ほどの、えー、前作主人公、少女ちゃんとの会話イベントが、まあ、5回ほどあったんですけれども、それをすべて終わらせた状態で、えー、もう一度、このポロの墓に来る。そして調べると、またイベントが発生するみたいなんですよ。どうだ 誰かが作った小さなお墓だ。赤いお花が添えてある。これは少女ちゃんがくれたお花と一緒かなそしてチャコが吠え始めるんですよ。チャコチャコどこ行くのチャコ <laughs> チャコ追いかけなきゃチャコ <laughs> チャコが達走します。<laughs> で、チャコがどこに行ったかというと、えー、こちら。 前作の主人公、少女ちゃんのお家でございます。えー、人の家に勝手に入ってます。チャコ <laughs> ダメだぞ、チャコ <laughs> チャコ <laughs>、えー、だダメだよ。よそのお家に勝手に入っちゃう。<laughs> ただ、あれはポロの犬小屋ですよね。そしてチャコが何かに向かって吠えております。チャコ どうしたのあ、チャコが何か加えてる。どうしたのこれ。<laughs> 返してきなさい、チャコ。<laughs> ただいただく。<laughs> チャコからカセットテープをもらった。このカセットテープが手に入るイベントでございますね。そして少女ちゃんのお家でございます。えー、ポロの犬小屋。ワンちゃんはいないけど、とても綺麗な犬小屋だ。いつも誰かが磨いてあげてるみたい。 2年間ずっと磨いてあげてるんですよ、少女ちゃんは。本当にいい子だ。そして手に入れたカセットテープなんですけれども、えー、これはカセットプレイヤーがないと聞くことができません。えー、カセットテープ。あまり見たことのない形をしたカセット。どうやって使うのかなそのカセットプレイヤーなんですけれども、それがこちらの何かの部品。1、2、3、4、5。 これをすべて集めた状態で、えー、何かの部品1を拾った一番最初のところに向かうと何か光ってるんですよ。あ、なんか、猫ちゃんがいる。え <laughs> へーみゃかや、猫ちゃんが逃げた。ごめん。<laughs> えっと、これを調べて、えー、穴の中から光が出てる。あ、あ、持っている何かの部品が光っている。 何かの部品を穴に入れてみる。うん、何かの部品12345を全部この中に入れてみると、なんだなんだったの <laughs> なんか UFO みたいな円盤みたいな、すると不思議な小石。 えー、ただの小石なのに不思議なパワーを感じる。たまに数センチ宙に浮かぶ。<laughs> すごーい。<laughs> すごい石が手に入ります。<laughs> ちょっと待ってくれ。ついでだからこの、えー、動物の餌というものが、まあゴミ箱の中とかで <laughs> 入手することができるんですけれど、これを確かに,にゃんちゃんにあげると、あ、にゃんかわいいかわいいそして撫でることが、撫でることができるはず。 やった撫でれた <laughs> かわいい <laughs> チャコもかわいいけどねチャコもかわいいけど <laughs> いっぱい撫でれます <laughs> あ、でも回収できるんだ、これ。これって何回でも投げれる ?1 <laughs> 個で十分みたいです <laughs>。あ、え、ついてくるあ、ついてくる <laughs> すごい <laughs> ワンちゃんとニャンちゃんを、2匹、<laughs> 連れ添っております。あはは、かい,いうわあもっと増やしたくなるね、これで。<laughs> あ、逃げたあ,あ、逃げた餌、餌 <laughs> もうあげない。こいつ、こいつも餌くれねえぞって分かったからかな。<laughs> え、逃げられました <laughs> くそ。いや、私にはチャコがいる <laughs> ちゃこたっ、にゃんちゃんがいるにゃんちゃんがいっぱいいるちょっとちょっと待ってにゃんちゃんパラダイスだあっ、にゃんちゃんどうぞにゃんちゃんどうぞどうぞよ,ーし,よ,し,よ,し,よーしよ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 ーしよ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 ーよしよしこっちに来なやったやった、いっぱいるぞおらおらにゃんにゃんよーしよ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 しこっちにおいで わあいっぱいいるいっぱいいるほら君もこっちに来なあれああ君は餌に釣られない <laughs> !2 匹のにゃんちゃんが <laughs> 3, 3人3匹になってるで、ね、<laughs> かわいいかわいいぜ <laughs> はるちゃん大人気 <laughs> えー、あいつも仲間にしてなおいで あき来てくれない。あいつ強いなぁ。気を取り直して、あの不思議な小石を持った状態で、我が家に帰って、あー、チャイムが鳴りました家に帰って2階に上がると、チャイムが鳴るみたいなんですよね。そして、えー、外に出るとだったかなあー、落ちてますこれで、 カセットプレイヤーがなぜか手に入ると <laughs>。使い方がよくわからない古い機械。ボタンを押すと音楽が流れる。どういう原理なのかな誰かが届けてくれたのかなこのカセットプレイヤー。これでさっきのカセットテープが効くことができますと。あ、ありますね、カセットプレイヤー。あー床に直置きしてますね。<laughs> まあ、カセットプレイヤーは直置きか <laughs> え、これを調べると 音楽を聴く。先ほどのカセットテープを聴くことができます。えー、これはどうやら前作、夜回りの音楽になってるみたいですね。いや悲しい音楽だ。悲しい音楽を爆音でかけてる。 <laughs> 部屋の中で <laughs>、怒られないこれ <laughs>。扉とかもこれ <laughs>、開けっぱだから <laughs>。家中になり響いてるよこれ <laughs>。まあ、そしてこの不思議な小石であったり、これ机の上にあるのは多分白いハンカチですよね。これあの、行かないで寒いよって言ってたあの、配電車の女の人の白いハンカチだと思うんですけれど、 ま、コレクションアイテムとかは拾ってくると、部屋の中に飾ることができると。あ,あ、ちょっと、うるさい <laughs> あ。いい、いい音楽なんだけどね <laughs>。ちょっと思ったより音量大きかったから <laughs>。え、そして、ちょっと一つ見ていただきたいものがありまして、こちら。 髪の切れ端、1、2、3、4、5、6、7とあるんですけど、まあ、これは、拾わなくてもストーリーが進む上で問題なくて、まあ、実際に私も、拾ったやつあり、拾わなかったやつありで、えー、今全部集めてきたんですけど、この、ま、誰かのメモみたい。まあ、後半ね、また春と花火が見れるといいな。夏になったらまた春に会いに行こう。春にお別れの挨拶が言えない。 さよなら、また会おうねって、明日こそ言うんだって書いてある。まあ、つまりこの紙の切れ端は、ゆいちゃんが書いたものなんですよね。さよなら、さよならって書いてある。ま、あ言えなかったから紙に書いたのかな。そしてこの紙の切れ端8、最後のやつが、このゆいちゃんの家の、 には、あそこ <laughs> あそこにあるみたいなんですよ。髪の切れ端、蜂を拾った。この内容が、春の代わりに黒が死んだ。あれから黒が私を呼んで泣いている。行かなくちゃって書いてある。春の代わりに黒が死んだ。 えー、確か黒が死んじゃったのが、あの花火の日の前夜ですよね。そして春ちゃんの記憶も、えー、あのラスボス、雲がいたところに、えー、私は見たことがある、来たことがある。で、多分捕まってたところを、ゆいちゃんが助けに来てくれたんじゃないのかなと思ってたんですけど、その時に、まあ、春の代わりに黒が死んだ。まあ、黒がかばってくれたのかなと私は、 まあ、そして黒が私を呼んで泣いている。実際にね、その泣き声に呼ばれていったら、ゆいちゃんは自ら命を落としてしまったわけですから。まあ、黒が呼んだんじゃなくて、おそらくあのラスボス <laughs> あのクモ野郎ですよねそうやって落ち込んだゆいちゃんの気持ち、黒になり変わって呼びき寄せたんじゃないかと。ということは、つまり、私、ハルちゃんを助けるために、 ゆいちゃん、そして黒までもが命を落としたってことになりますよね。なあ、それはちょっと辛すぎないかなあ、信用回り。<laughs> これ、サブイベントとかね、アイテムとかの場所調べながら、ハッピーエンド他にあんじゃねえかと思って俺調べたもんな。<laughs> そしたら、これがグッドエンドって書かれてて。<laughs> グッドエンド <laughs> いや、まあね、はるちゃんがね、生き残れたのは非常にいいんですけれど、これが、これがグッドエンドだと <laughs> 悲しすぎるって、いや、ずっと一緒にいてほしかったよ。<laughs> 深夜回り、えー、おまけパートの最後は、黒のお墓参りと、そしてゆいちゃんのね、お墓参りをして、終わりにしたいと思います。 黒ありがとうなごめんなあああそして私、はるちゃんにね、隣町の少女ちゃんという新しいお友達ができたということを伝えたいと思います。黒ありがとう。あ、赤いお花がなくなってる。確かね、ここにエンディングではるちゃんが赤いお花を添えてあげてたんですけど、ゆいちゃー <laughs> やっぱりもう一度会いてってゆいちゃん、あちゃこ連れてきたよね、<laughs> もう一回でいいから姿現していやもう一回とは言わずもうやっぱずっと一緒にいたいってねゆい <laughs> ちゃん。